いシャツ、ね、俺かな、はい、はい、これは真面目に書いてよ、ほんと楽しみだな。ランタン読んでもらおうかな、じゃあ、うん、割とちょっと分量が多いんだけど、うん、おお、はい、いいよ。じゃあ俺のやつをね、あっちの曲を流してもらおう。読めるか、お願いします。いい、いや、はい、俺は読めるけど、はい、うん、いずれスギルは野生に返さなければならない、もしくはあと1年も経てばスギルは体長4メートルを超えるおスギになるだろう、日々の暮らしにも窮する高槻村におスギ1頭を養う余裕などあろうわけがない。修造がため息を吐いてつぶやいた。でもよ、こんなに乱暴に懐いてるんだぜ。何も分かっていないスギルは乱太郎のダボついた晴れのズボン裾にじゃれついて遊んでいる。したいがままにさせている乱太郎は厳しい顔を崩さず、スギルの無垢な瞳をじっと覗き込んでいた。ふと乱太郎がスギルの首元のネジネジを取り、ずいぶん遠くにフリスビーのように放り投げた。ええやんと人泣きすると、スギルはネジネジを追って上機嫌でかけていく。スギルがその場からいなくなると、その日乱太郎が初めて口を開いた。明日俺がやります。高い秋空にドブに落ちたスギルがうわーとリアクションする声だけが響いた。あ、めちゃくちゃすごい、すごい、あ、悲しいな、これ悲しい、これ重厚やな、すごいでしょ、あ、確かにこれは純文学って感じがするわ。めちゃくちゃいいじゃないですか、これ、うん、悲しい話なんですよ、めっちゃいい、これはね、面白い、これ。あ、修造ってシュウさんか。シュウさんか、まあ、うん。ああ、はいはい、なるほどね。ハッチさんがいないのか。ハッチさんが、これは俺がこの場にいて、まあ、書き手になってるっていう。なるほど。初期なの。明日俺がやります。あ、でもまあ、確かに、うん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 。いや、なんか、自然、全体的に。確かになんか自然ですね、普通に。うん、そうやな。ありそう、ありそう。短編集みたいですもん、これの。この4人がなんか登場する短編集みたい。一応4メートルやばいな。やばいでしょ。おすぎになる。おすぎになっちゃう。おすぎに。おすすぎに。すげえこれ。もう小熊みたいなもんですね。すぎるっていうのは。すごい。なるほどね。村。乱太郎が明日やるっていうのはまあ何をやるかっていうのはこれ研究してないけど。なるほど、ね。まあいろいろ。で、方があるよね。まあ、俺が処理しますというかね。でもそういうこともある。うん。うん、なるほどね。まあ、いや、小学校の教科書でありそう、ね。ありそうでしょう、ね。センター試験ちょっと乗るかなっていう。何を問題する。この時の乱太郎の気持ちを書いてみましょうみたいな。ええやんって泣くの。ああ、そこ味わい深いな。確かに味わい。ネジネジついてんだ ね、 ね、遠くにええやんってない、かわいい、なんかかわいそうだな、すげえ。